小林かしは、昭和期の実業家、慶応帝都電鉄代表取締役社長。山梨県初仮村において、酒造業を営む小林亀マロ、服の次男として生まれる。次男であるが、兄が創生したので、実質的には、長男として育つ。父亀マロは、初仮村の村長や、北鶴郡議会、山梨県議会で議員を務め、 鶴伝統会社の社長を務めた地元の実力者であった。小林は山梨県立鶴中学校を経て、1931年、慶応義塾大学法学部政治学科を卒業し、公衆財閥の縁で東武鉄道に入社した。1937年、東武鉄道を退社し、 父が関わった鶴伝統の取締役に転じるも、翌1938年には再び上京し、慶応電気機動に入った。同社への入社は、この年に、小林の経類である、公衆財閥の穴水熊尾が、慶応に資本参加していることが関係していると思われる。慶応での初任配属は駅員であったが、小林は楽しんで仕事に励んだという。 1944年、京王電機機動は東京急行電鉄に合併し、小林は東急の京王支社所務課長となる。戦後の1948年、東急から京王帝都電鉄が分離独立すると、小林は新会社の労働課長として悪化していた労使関係の改善に努めた。1949年に、 取締役となり、1953年には自動車部長を移植される。1957年に常務取締役、1963年に専務取締役、1967年に取締役副社長を歴任し、1969年、井上貞夫社長の後任として、第3代取締役社長に就任した。全の井上社長は、当時、 東洋最大のホテルと言われた慶応プラザホテルを建て、西新宿を作った男の異名を取った。井上と共にホテル建設に情熱を注いだのが副社長の小林であった。社長在任中は多摩ニュータウンの開発に伴う相模原線の建設を推進した。相模原線の建設にあたっては開発主体である東京都庁が ニュータウン域内での民間資本による開発を禁じたため、ニュータウンに乗り入れる慶応、小田急は土地の先行取得ができず、新鮮開業後も建設費回収のめどが立たない状況であった。つまり、鉄道事業者は、運賃収入だけで開発利益を見込めない。営利企業である私鉄にとっては、まさにボランティアに近い事業でしかなかった。結局、新鮮の建設費には、 公費が投入されることになったが、小林は住民の利便を第一に考え、できる限り当局に協力する姿勢を示した。この時の慶応の対応について、鉄道アナリストの広岡幸は、著書、慶応電鉄の中で、紳士的、ずるさがないと、好意的に表している。1975年、小林は社長職を井上正忠副社長に譲り、 取締役会長に就任。その後、間もなく辞任し、相談役となった。なお、慶応グループ各社のほか、東急車両製造、東急レクリエーション、関東バス、読売ランドなどの取締役や、関東鉄道協会会長などを務めた。1989年、死去、去年82歳。ありがとうございます。